谷翔平が髪を切って5月最終戦に2番 DH でスタメン。ドジャース大谷翔平投手29が日本時間6月1日、本拠地ロッキーズ戦のスタメンに2番指名打者で名を連ねた。月間 MVP 受賞の可能性もある5月最終戦で、2試合連続本塁打となる15号に期待がかかる。31日は試合がなく休養日。この日、大谷は少し長くなっていた髪を短く切って、本拠地ドジャースタジアムに姿を見せた。試合前練習ではグラブを持ってグラウンドに姿を見せると、約14分間、58球の強めのキャッチボールをして昨年9月に受けた右肘の状態を確認した。やっと髪切ったか見てても鬱陶しい長さだったからな。は？野球選手は坊主だろ坊主にしてこい。髪切りたくても一平の解雇で美容院の予約入れられなかった説。マジでこれだと思うわ。VIP なんだから家に美容師を呼べば来るだろう。英語わからないと髪も切れない。今永も打たれたから髪切れ。伸ばしてたけど結局邪魔になったのかな。マミコヘアーは流行ってる？らしいが翔平ヘアーは流行ってないの？お前らも髪型真似しろよ。坊主でもあまりイメージ変わらなそうだよな。なんで切ったんだ？好評だったのに。嫁のために長髪にしてたとは何だったのか。マミコがバリカン購入したか。ほぼ毎日試合あるんだから、いちいち告知せんでいいよ。また髪の話してんな。大谷は散髪しただけでスレ立つというのに鈴木誠也は代打ホームラン打ってもスレ立たない。誰だっけまであるで。マミコの好みかと思ったけどさすがに切りなさいと言われたのか。短い方が似合ってるね。マッシュヘアにしてほしい。なんかねあんま似合ってなかったね。野球選手で試合中は帽子常に被るし髪長いのって不快じゃないのかな。大谷はサラサラで髪質細そうだからハゲ注意。髪切ったーイッツショータイム。あの襟足の長さが一途な少年感あったのにわら。ようやく本気出すのか。